皆さんこんにちは。大ちゃんがだいちゃんがあんこチャンネルです。今日は大ちゃんが、集めたゴッドミッション5段のコレクション、イエーイ。はい、大ちゃんがここ2週間ぐらいか2、3週間で集めた、はい、ゴッドミッション5段をファイルに収めてみました。はい、収めました。はい、じゃあ紹介していきましょう。孫悟空、1番孫悟空のスーパーサイズ、順番にしましたね。で、次が2番、孫悟空少年期。で、3番、孫悟空青年期スーパーサイズ。で、4番、ベジータスーパーサイズ。はい、次です。はい、5番、トランクスのスーパーサイズ。はい、バダック。はい、コロ。はい、8番、ミスタースター。はい、そしてはい、マジンブー、ジャン。はい、孫悟空少年期。11番、クイリリン少年期。はい、ヤムチャ。ヤムチャ。はい、で13番、で14番、フルショフ。15番、孫悟空。はい、16番、孫悟空少年期。はい、そして17番、孫悟空。はい、トランクス少年期。はい、ピコロ。はい、20番、クリリン。はい、そして21番、天津飯。はい、22番、はい、23番、ドロリア。はい、24番、ザーボン。はい、そしてドクターゲロゲロ。ゲロゲロ。はい、ユナミが19号。はい、セルフィー。はい、ブロッコリー。はい、ブロッコリー。ギロリー。そしてここがない、ブロリーのスーパーサイジン4のアルティメットがない。ないです。はい、ブロリースーパーサイジン4がありません。アルティメットですね。はい、ここがあります。はい、次パーガス。はい、ということはこの29番だけがないっていうことだね、今のところない。そしたら、はい、パイクーハン。はい、スーパーパイクーハン。はい、そして次です。はい、ジャネンバー。はい、ジャネンバー。ねえ、ジャネンバー、変身した姿だね。で、これがアルティメット孫悟空セラスジーエッセ。はい、これが、何番だ、36番ぐらいか。違う、35番。で、36番、ビジタフリーズちゃん。はい、ミルス。はい、グース。はい、フリーズ復活。はい、ソルベ。これが40番。で、次が、はい、タコマ。はい、シサミ。はい、孫悟空 GT ホーホー、アルティメット。で、ほう、アルティメット。はい、そしてこいつは孫悟空 GT、 ゴテンちゃん GT。 はい、ビジタ GT、 アルティメット。ほう。はい、トラックス。はい、パン。はい、スーパーウブ。はい、ジゾリンガ。はい、ヘルファイター17号。はい、ジゾリンガ13号。13号じゃ18号ですよじゃあ次です。はい、ドクターミユー。ミユー。はい、スーパー17。はい、スーパー17。はい、ボン。はい、ボンボンボン。はい、サイサイ。サイサイ。はい、シュンシュン。シュンシュン。ハルハル。ハルハル。はい、では次はキャンペーンです。はい、はい、キャンペーン、こいつ孫悟空。はい、孫悟空の後ろにオーダルのブロディ。はい、孫悟空青年期で孫悟空の後ろにマジュニアの巨大化。はい、ベジータがベジータの後ろにウイス。はい、隣ボジータがゴジータの後ろにジャネンバ。ジャネンバ。ジャネジャネ。はい、ゴジンクス千年期がゴジンクスの千年期の後ろに黄金ゴジータのオーサル。はい、トランクスゼノがトランクスゼノの後ろにテクノカヨシ。はい、で、こいつミラがミラの後ろにウオーザの仮面。はい、で、トアがトアの後ろにダブラゼノ。ダブラゼノ、ゼノか。シークレットのスーパー17号と暗黒とは。暗黒とは。はい、こんな感じです。ということは5段で、ゴッドミッションの5段で、足りてないのはブロリー、ブロリーくんですね。ブロリーくんのスーパー4、ここに入る予定のがありません。あります、ありません。ま、安くなったら買いましょう。はい、はい、じゃあ今回はゴッドミッション5段大ちゃんのコレクションを紹介しました。はい、で、ブロリーの
スーパーサイジン4アルティメットを残してあとちょっとですね。はい、はい、じゃあそれを安くなったら買いましょう。でもね、買わなくてもいいような気がするんだけど、まあいいや。出なかったら買う。うん、まあいいや。あまり使う予定もないんだけど、コレクションとしてね。はい、じゃあ終わります。